海原さん、あなただ。え？こういう時は一番犯人じゃなさそうな人が犯人なんだよ。雑な言いがかりだな。海原さん、あなたは作っていたリスが水島の蛇に狙われて困っていましたよね。確かに困ってたけど恨んだりしてないよ。僕は水島君に協力してもらって、蛇に食べられるリスじゃなくて蛇を食べるリスを考えてたんだ。え？リスが蛇を？いつも蛇に食べられちゃうから蛇毒に耐性をつけてあげたんだ。この子は水島君の毒蛇にも負けないよ。そういえば水島さんが連れていた蛇はどこに？あいつが寝ている間にどっか行っちゃったかな。はあ？管理がなってない、危ないじゃない。ちょっと水島、蛇どこに行ったの？うるさい。居場所が分かるようにしてちょうだい、早く。じゃあ何か音でも鳴らすか。今かき足すから待て。何か音が。あ、変形です。どっちも採用。やった成功だ。やる気満々で噛みついてます。積年の恨みを感じるね。